隊のペトロビッチからご挨拶です。こんにちは。まあ、今日は立ち上がりに早い時間に散ってしまって、簡単なゲームにはならなかったですけれども、まあ、その後選手たちはしっかりとしたプレーを続けてくれて、まあ、今シーズンしっかり選手がやりきるということに関してはいい演技ができたというふうに思っています。Aber trotzdem, unsere Team dann weiter probiert, besser zu spielen. 2-1 gemacht und gekämpft, ganzes Spiel zu dieser Ausgleich. Aber leider, wir haben heute nicht geschafft. Mark, so steht, Tut mir sehr leid für heute. Wir haben uns wunderbare Unterschiede, nicht nur heute gespielt, sondern die ganze Saison. Tut mir sehr leid, aber wir machen die nächste Saison noch besser spielen.そしてまず今日の試合だけじゃなくて1年間常に応援していただいたサポーターの方たちに感謝を述べたいですし、その感謝に応えるためにも来年はさらに上のステージに行くための努力を続けていきたいというふうに思っています。Ich sage so, dass in diesen letzten zwei Jahren viel neue Sache bei unserem Club passiert, auch bei euch, unsere Supporter. Wir haben letztes Jahr vierte Platz erreicht, fast erzählt.まあ、去年からサポーターの方たちには我々はこの2年間は新しいチャレンジ、新しいサッカーをチャレンジしている中で、去年に関しては共に戦い、ACL も本当に惜しい4位というところまでたどり着くことができました。そしてこの2年間を来年のさらに上のステップに生かすというふうなことを私の中では考えています。Das ist wahrscheinlich im Fußball schwierigste, eine sehr gute Selektion gemacht. Wir haben letztes Jahr ein junges Team in unserer G-Liga gebaut. In diesem zweiten Jahr denke ich, dass wir haben noch schönere Fußball gespielt haben.Aber Ergebnis ist nicht so, was ich habe persönlich gewartet. Ich habe gewartet, dass das passiert. 2年目っていうことで2年目だったんですけども、サッカーの内容自体はそこまで悪いっていうふうには思っていません。ただ当然勝ち越しというのはついてこれないので、当然私の持っていかれるというのはあるかもしれませんけども、来年はそこの両方がついてくるようなシーズンにしていきたいというふうに思っています。Aber natürlich ist es so, dass wir haben dieses Jahr in zwei Jahren.もちろん今シーズンに関してもルヴァンカップのミラーファイナルの皆さんと一緒に来ましたし、リーグに関しても1試合大事なゲームというのを勝ち抜いてきました。そして皆さんついてきてくれたおかげで今シーズンをうまく終えることができました。Diese zwei Jahre sind vorbei und zwei Jahre im Fußball ist eine kurze Zeit. Aber in zwei Jahren Sabor, unsere Gruppe, hat viel gemacht. Wir haben ein Team in zwei Jahren, ein respektabiles Team in ganz Japan. Wir haben einen großen Respekt für Sabor.そして私たちは、私たち選手と、そしてサポーターの皆さんたちは、そういうサッカーにチャレンジしすぎながら、かつ若い選手も育っていきながら、日本のサッカーの他のチームから注目を浴びれるというところには来ていると思います。Wir haben in einmal viele Nationalspieler gehabt, das ist auch eine Sache, wo wir müssen lernen, dass einige Spieler fehlen bei Training und so. Aber dieses Jahr denke ich, dass wir haben alle zusammen gut gelernt.
そして皆さんご存知の通り若い選手含め、それに加えて A 日本代表チームの選手も生まれてきています。それは彼らが常に学ぶ気持ちを持ってトレーニングに取り組んでくれているからでありますし、まあ、それをしっかり続けてもっと上のレベルに選手たちを持っていきたいというふうに思っています。そして来年というのは3年目というシーズンになります。3年目というシーズンですというところでしっかり勝ちに対してこだわっていきたいと思いますし、今言った若い選手として質の高い選手が育ってくれているという部分で私も仕事が しやすいですし、その中で本当に3年目一番いい勝ち越しというのを目指して頑張っていきたいというふうに思っています。サッカーという大きなものに関して話をしますけども、サッカーというのは私監督だったり選手だったりというものだけではできません。何が他に必要か、やっぱりここにいらっしゃっているサッカーの皆さんの力がないとサッカークラブというのは成り立たないものであります。そして本当に皆さん、サポーターの皆さんに感謝の気持ちを込めたいと思いますけども、私は14年間、浦和、安城島、そして浦和サポートに来させてもらいましたけども、本当に正直に皆さんは一番のサポーターというふうに思っています。例えばその理由としては、皆さん、遠いところを、例えば飛行機代だったり、いろんなチケット代だったり払って、他のチームが遠い中で移動するためにも、試合をアウェイに見に来てくれてますし、そういう面では、他のチームのサポーターよりか、皆様に対する感謝の気持ちというのを私は強く持っています。da su svojne wunderbare sabota u sutrašnju crkvu i špitele na obeze o prize filmu u tešnju crkvu vajta tize te ne se sezonu gdje bahem, ali brosli da naša. そしてもちろん私たちを支えてくれている選手、そしてクラブスタッフ、そして今言ったようなサポーターの皆さんの力を借りて、来年は本当に3年目ということで、一言で言えば大きな衝撃っていうのを与えたいと思います。それを楽しみに来年を過ごしてもらいたいというふうに思っています。ありがとうございます。ペトロビッチ監督からの挨拶でした。さあ、それでは